6 5 4 3 2 1ラーメンカレーミュージックレコードアゴー簡単カンタビレー。こんにちは。こんにちは。これ珍しい絵になってます。和義さんは割とフェンダーのギターもよく使いますけれども、はいはい、私あんまりね使うことが最近は特にほぼないんですけど、一応いいの持ってるってことで持ってきましたんで。53年ですかね。どうやらこれどっちかネックと、ボディがこう見るとどっちかが52でどっちか53ってなってるんですね、だからまあ組み立てたのはということは53かなと、ということで53年テレキャスターですかね。かっこいいね。いいよね。かっこいい、エレキギターの元祖ですからね。そうですよね。ここにアルバート・コリンズさんのねサインがね。そうなんだ。さっきなんか字が書いてあるなと思ったけど、まあ、アルバート・ポリンズに見えますけどね、本物かどうかがわからないんですけど、この弦をこう張ったまま書いたので、汚ねえっていうことですよね。へー、はい、なんかこういうかチャカチャカみたいなイメージないでしょうからね。そしてそっちはストラトですね。これストラトで、初めて買ったヴィンテージギター。あ、そうなの。そう、22、23歳の時に。わ、なんかそれは何ですか。なんならアマチュア時代。アマチュア時代。おお、ヴィンテージギターってどんなもんなんだろうと思って、弾きに行ったら、あ、なんか全然なんか違うんだと思って、でもね当時安かったよ。全然安いっつっても当時としてはだからもうなんか36回ローンぐらいを組んで、ああ、それでも30何万ぐらいだったの。まあ、でも今やもうそれはね、今や結構64年製の、ああもうそれは、ああもうそれはで黒だから、なんか黒って珍しいらしい。黒のこれオリジナル黒なんですか。そうなんですよ。覚え、まあ、なんかペグは変わってたり、最初からなんかピックアップの左右逆じゃないかとかネジは変わってますねとか言われたけど、まあ、基本的にはオリジナルで。そんな昔から持ってるやつなんや。今でも頻繁に出てくるんですか。いや結構久々に見ましたけど。まあでも特に初期のデビューして最初の頃はよく使ってて、最初のね 4,5 枚までは割とこれが多くて、で途中でテレキャスに出会ってから、なんかストラトって音は好きなんだけど、このボリュームがね、あの位置が邪魔で弾いてるうちに当たるね、変わっちゃったり、これをずれちゃったり、はい、歌いながら弾くには俺にはちょっと難しいなと思って、はいはいはい、まあ、歌いながら、まあ、ストラト弾くの地味編ぐらいじゃないですか。暗いってことはないけど、スティービー・レイ・ボーンとかね、いろいろね、まあ、クラフトもそうだけど、いっぱいいるんだけど、俺はちょっとこれが邪魔だなと思ってテレキャスをよく弾くようになって、はいはいはい、でまあレスポールもやっぱいいなと思って今に至るって感じ。まあその他にもね、あのジャズマスターとか、あ、ジャズマスターもいいよね。まあ何でもいいんですよ結局ね。何でもいいんですね、何でもいいんだけど、これはなんかその、あ、ヴィンテージってこのなんかネック、
この触り心地というか、なんかこの弾き心地がこんなに違うんだと思ってびっくりしたっていうのがあって、それでね、まあ、ローズネックでね、ローズネックでね、でなんかこのポジションマークがこの頃まではあのクレイドットとかっつって、なんか粘土かなんかを埋めてんだよね。その後あの真珠みたいな、はいはい、パーなんていうの、うん、パーセルっていうの、綺麗な方になって、ね、そうそう、 貝殻みたいなのになるんだけど、この頃までは粘土みたい。なんだっけそれ、スラブネックとかそういうのですか。いやこれはね普通にもうラウンドっつって薄いやつだけど、ロゴも新しいやつだし、あそうかそうか、そうそう、そういうのになりだした頃ってことかな。そうだね。でもまだ何、その要するになんだっけ、あの CBS だから買収される前のやつかな、うんうんうん、黒いストラートでローズネックって、このネック側の黒いやつね、こっちは木の色、これはメープルネックって言うんですけど、うんうん、黒いストラートというとあのクラプトンさんのね、こっちのメープルネックの方が有名だから、ブラッキーね、こっちは逆にちょっとレアですね。そうなんですよね、大体そっちにしがちじゃないみんな。そうだね、うん、多分これも当時はあの多分オーダー、誰かがオーダーしたやつじゃないかなって、市販にはこの色はなかったらしくて、あ、そうな、そう、多分だからそういうやつの一本じゃないかと言われて買ったけど、それもまたちょっとお宝のコーナーになりましたね。そうなん、ストラートじゃないよ、テレキャスも一応弾いてくださいよ。あ、まあ、最初に弾いたんだけど、これ最初に弾いてよ1回目に弾いてよ、分かんなくなって、はい、か弾いてみるこれ、いい、それを、うん、俺弾けるの、あのストラート一番似合わない男って言われてるからね。たまに持てる、たまにでしょ、一瞬弾くにはいいんだよね。うん、うん、いいよ。でもやっぱ地味編と、俺の中では地味編の音が出したいっていうのと、うん、あとはやっぱリッチーブラックモアなんですよね、うん、イメージ。なるほど。あれは出ないのよ。だからあんなものは。そう。全然違うもんね。いやでも似てた。そうですか。まあ要するにちょっとなんていうんですかね。やっぱりこうテクニックの人が持つギターというイメージがちょっとあるっちゃあるからさ。ああそっかそっか、うん、まあでも古くはあのバディホリーとかね、あそうか、ああいう人もストラトですね。あとこのハンフトーン、うんうん、どうやってやるの、こういう世界のイメージがね俺ないから、ダメだイメージないね、イメージないし、でもこれ軽くていいね、いいのよね、うん、弾きやすい、ネックがすごく良くない、すごいな、これもいいね、いい、確かに、うん、あれもネック似てるんじゃない、似てるかも、うん、確かに問題は違い、はい、
そういうことで、個人的にはすごいレアな、なんかいい思いをしました。へえ。はい、レア激レアフェンダーの回でございました。アルバート・ポリンズって書いてある。そうなのよ、ポリンズに見える。ポリンズなんだ。しかも子供が書いたみたいな。なんでそれ本物かどうかがさっぱりわからないんですけど。そうだね、まあ、消すわけにもいかず、うんうん、これのもそのネックプレートのとこに謎の前の人の持ち主らしきなんか名前が書いてあるんだよね、あのその鉄のとこプレートの。そう、あ、なんか書いてあるけど自分の絵でごまかしてね。そう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 、昔シール貼っちゃって。あ、シールなの。あ、シールじゃない、そこに俺も絵描いちゃったから。うんうん、はい、ありがとうございます。いや、こちらもありがとうございます。はい、ではまた。はい。